探してくれないから。コマあったじゃねえか。探してくれないからよ。ここがいいなとか言ってくれねえからよ。柿食わせって。柿土産柿だぞ。柿りんごが柿に化けたぞ。どうしてくれんだよ。レレレじゃねえよ。探しちゃった。今日はまだ名水にも合ってないな。探してもしないで座って寝てるだけだよ。当てるわけねえだろお前。俺運転してんだバカ野郎。分かったよ。ああ喉痛い。風呂入って切れてこいよ。なんだあの人何やってんだろう。なんで切れなきゃいけないの。バカだね。なんで切れなきゃいけないの。また山の中入ってんの。でもこっち涼しいな。お前山の中なんじゃないの。そんなに遠いのか。10分っつってたよ。なんかガソリンぶつかる。消毒してるぞこれ。下消毒してるぞこれ。養鶏場だぞほら。家畜だぞ。閉めとけ閉めとけ。家畜は危ないから。最近なんか出たのかこれ。やってっけ。駒の湯です。ここどっち車止める？ここでいい。あ、展望台もある。あ、ちょっと。駒の御嶽さんだ。だったね。うん、よかったよ。今じゃあ竹雄ちゃんなんか出てきたら混んでたよ、男。ああそう、男すげえいっぱい入ってきた。男すごいね。俺が行ったらさ、一人しかいなかったの俺、うん、でその後にあれっつったらみんなさっきのバイクの人たちいたじゃん、うん、あれがみんなドワーって入ってきた。みたいな。そこに2キロぐらいのところだね。車で10分ぐらい。綺麗な景色のところだね。だからちゃんとね、展望台みたいなところある。出てくるんですよ。ゴンの山小屋。あ、違う。キビオ峠って書いてある。2キロって書いてある。キビオ峠って俺も書いてたんだよ。行きたいと思ってたけど、まさかここにあるとは知らなかったのでさ、ここだったら地形じゃん。ああ、よかったよかった。じゃあ一回来てみたかったの。見たら綺麗でさ、何にもね、殺風景なとこだけどさ、景色だけでも写真撮って。女の人が2人入ってて、出て行っちゃって、うん、私が入ってる間に出て行ったけど、ほら、ね。浴槽から覗いてた俺、うん、なんかやってね。そこよな、見えねえんだもん。見えない見えない、風呂場から見えないから。そう、見えねえから怖くて覗いて。財布入ってるから。財布持っていっちゃったそう、俺財布ここにあるから、袋に入れて持っていっちゃった。うん、俺はこの中入れてたからよかった。風呂場まで持っていっちゃった。うん風呂場まで持ってっちゃったの財布。そう、袋入れて。あら、誰もいないもん。あんたもすごいね。やっぱお金に関してあんたがめついね。さすがだよ、さすが。俺そこまではしないけど、俺も気が気ではなかったけど、今盗まれたらあいつらだってわかるべ。満天の星空がいいんだ。夜来ればここ最高だった。でも夜こんなとこ来たくねえよ、怖くて。歩いて車で10分なんですよ。長野はね、星が綺麗なんだよ。うん、もう行ったらちょっと降りたらもうどっかでガソリン入れないと、うん、まだ大丈夫。峠がいっぱいあんだよ。長野は峠日本一だ。峠の数がいくつあるんだろう。結構な数あるんだよ。まだ開ければいい。なんか世間がさ、お米によってあれなんかね、セロリみたいな。あ、セロリなの？セロリみたいな。薬草はね、セロリ。そうなんだ。なんかね、匂いがさ。薬草はね、セロリみたいな匂いがさ。ほんとまだ開ける。いいけどさ。タバコの煙抜けないから。セロさんですけど、あ、まだ黄色いやつ。いや、面白いね。景色を見るのが楽しい。峠なんかどうだっていいじゃん。景色見るのが楽しい。星空だったらどんな感じだろう。みんなこれ見に来てるんだ。車で来てんの。そう。何もないんだよ。何もないんだけど、景色だけ見に来てんの。そう、綺麗だって、さっき書いてあった写真でも載ってたからさ。もう綺麗だな。いいじゃんね、バイクの人もね、お風呂入って。今日帰るんだって、みんな全然バラバラなんだって。会社の人なんだ。ツーリングチーム。一人はもう一人で新潟まで帰ろうかな。新潟の仕事なんで、新潟に転勤になったの。これだと4時間ぐらいかかるよね。4時間も嫌だね。まあ4時間だと俺も帰るの5、6時間かかる。もうこれが最後。これでもう降りたら帰る。あとは道の駅寄ってロッカーとかあればいいのにね。あ、うん、ロッカーとかさ、あればさ、ロッカーにさ、だけだからカゴしかないんだね。そうそうそう、怖くて終点だった。はい、キビオ峠着きました。キビオ峠だ。人いないよ。うん。だからいいじゃん。こうだってよ。ここで星空見んだって、みんなあっちに止めてるよ。はいよ。うん。うん。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。